春のグランプリ宝塚記念と東京ジャンプステークスの巻きいやーついに春のグランプリい,やいきなり噛んでるやんか宝塚記念か夏キングまあコントレールもデアリングタクトもいないからねまあでもルメールさん1回もこれ3着内も入ったことないからねこの宝塚どうなんやろ連覇するかな 宝塚記念だというのに君は何やら馬ライブとかをやってるそうじゃないかあそうそう、まあ、楽しくやってるよなんかね馬マークさんとかねアルケミスとかまあいろんな人来てね、まあ、結構300人600人ぐらい来た時もあるかな、まあ、楽しくみんなでワイワイねレース見ながらやってる、ね、宝塚はえ無敗のレイパパレかうんまあまあまあ連覇するのかクロノジェネシス いえいえやいえやいえや、どうしたのリンさん何の雑誌をそんな強烈に見てきたのそのまま言ってるだけじゃないのそれ、タイトルかなんか。雨ならもずかまんまみやか何をその,この、何なんこのオープニングは何の受け売りだ、まあ、楽しく行こうよこう。お祭り、春のグランプリですよ。パイナ、パーイナ、パイナ、リンス、パイナ、パイナで高収入リンさん、あれかあんまり外、 出てないんじゃないちょっとなんか溜まってたあ失礼いやドヤ顔してるけどあのまあまあ邪魔ですけどしかもそのパイなんてそれライブでやってたやつやでそれリンさんも結構見てるよね迷いすぎたが私の夢は奇跡だあもしもしあああマリネーかうんうん阪神してんのマジで え、ジャイさんとまんまみーやで高収入ああごめんごめんごめんなんかちょっと変な車が走ったかもあのなんか変なようあるやん渋谷とかごめんごめんいやーしかし暑いなタツキングあー今うんそうそうリンさんねちょっと乗ってるけどえなるほどなるほど確かに来週の帝王賞は すごいメンバーになりそうだからなよしゃおなもやろ3人乗れるんちゃうの、まあ、大丈夫もうリンさんもうすぐなんかどっか行かなかみたいだしあちょっと待ってよあ暑いいいやいやまたまた先生出てきたあごめんごめんあ了解了解あじゃあまあリンさん下ろして迎えに行くわはいはいオッケーはーいパーパーレパーパーレパーパーレ まんまみやで高収入。今回の馬トークは6月の26日。今日ですね。東京のジャンプステークスの J の G3 ですね。東京競馬場第8レース。障害の3110メートル。まあ、サクッといきますけど。まあ、メインはもちろん明日の6月の27日日曜日。宝塚記念の G1 ですね。春のグランプリです。阪神競馬場第11レースの芝2200メートルでいきます。 いきましょうか。では、東京ジャンプステークスの JG3 ですね。僕結構障害が好きなんでね、結構見てるんですけど、今回はちょっと荒れそうですからね。東京競馬場、障害の3110メートルですね。まあ実績と東京ジャンプステークス予想いきまーす。まずは男前森和巻手のこういう濡れこれ前にもこれ取り上げましたけどね。全10戦3勝、馬券内7回来てます。 で、東京は4003連隊ですね。強い。で、左回り6005連隊。で、同じコースのオープンで逃げて2着きましたと。今回 G3 ですからね。でもまあ、実績がね、ほ4003連隊って言ったら相当強いですから。左回りも6回走って5回連隊してますから。いいと思います。で、ホッコメビウス。イワメジャー3区の黒岩騎手。 全9000左回りは4000戦,戦って3回バケン内来てますと。これも強いですよね。5000連続掲示板内入ってます、今。で、全層左回りのオープン買ってますよと。まあ、東京は初めてなんですよね。左回り悪くない。まあ、あんまり人気にならないでしょうから、結構狙い目ですよね。穴馬です。で、フォイヤーベルグ。これもともと森さんが乗ってたやつです。白浜騎手です。 ディープインパクト3区ですよ。全6003勝馬券内4回来てます。で、左回り3002勝で、新潟ジャンプステークス G3 優勝しましたね。で、最近2連続前に行けず、奔走してますね。でもまたこれ東京初めてですけど、左回りですから、白浜機種に変わって、一発あるかもしれませんよ。で、次はグローブシアター、高田純さん。これ、広重7に乗らずにこっちに乗ってきたと。高田純さん。 全5千二勝2章、馬券内3回来てます。で、右回りで2勝で、東京は初めてですけど、全前走の阪神障害3140メートルを買ってきてますから、調子はいいですね。まあ、芝ももともと5勝してますからね。これシーザリオの子ですから。まあ、血統はかなりいいですからね。で、スマートアペックス。これ一番人気想定ですよね。全11戦3勝、馬券内8回来てます。で、10戦全て4着内今来てますと。安定感がある。 で、前走阪神と京都の G22 着来てますから。で、中山のグランドジャンプ G1 も4着来てるんで、これ人気になるでしょう。東京は1回ちょっと着外来てますけどね。で、次が広重セブン。これが西谷さんに乗り換わりですね。高田純さん乗ってましたけど。全20戦3勝、馬券内10回、半分来てます。で、東京は2戦して2連隊。こっちも強いんですよね、これ。 で、同じコースの東京ハイジャンプ、実 2, 2着着てるんだけど、今回は乗り換わりでどうかなと。左回りも参戦して2連隊ですか。いいと思いますよ。では、土曜日の東京ジャンプステークス。マルチ予想の30点か3連発か。これが見るかもしれませんからね。本命は、こういう風に勝つんだって昔も言ってた。こういうぬれフ森和騎主。で、対抗にスマートアペックスですね。もう中村さん。 で、ターナ、広重セブン。で、レンアナ、フォイヤーベルク。で、タツキンマークはトゥルボーですね、ノースヒルズ。これ強いと思うんですけどね、僕は石神さん。で、穴にホッコーメビウス、バグ穴キャプテンベリーでいきます。俺の名前はホクロバウワー。 今年もこの宝塚記念の予想を虐げられているトニー情報はまだかししそれにしてもさっきからこの宣伝カーがうるさいパイナパイナパイナフッフッレイパパレーレイパパレ連勝だ連勝だ連勝だクロノとパパレとモツペッ ラオソレパイナ、パイナ、パ,イナ,パイナ、フッフッパーパイナ、これでコ新。シーニューおいとにぃ、パイナってなんだ情報急げチキゾー,ーでは、宝塚記念の G1、阪神の芝2200メートルの春のグランプリ。まあ、競馬好きな方々が覚えている杉本節のあなたの夢は何ですか 私の夢はミスマンマミーヤです。っていうやつですね。実績とヘッドライン。モロヘイヤさんの超強ベスト3とタイチンゲールイナちゃんとタスキング予想でいきます。まずはクロノジェネシスですね。14戦7勝、馬券内13回。去年の宝塚記念発者。北村雄一さんでしたけどね。怪我してルメールさんに乗り換わり。 半身4戦すべて馬券内来てますからね。で、馬場、重馬場、両馬場、やや重。関係なく勝ってますからね。g 1三勝馬。レイパパレ。ディーピンパクト3区の川田ジョッキーですね。全6戦6勝。未だ無敗です。で、前走大阪杯 G1。雨の中、重馬場優勝しました。コントレールを倒した頻馬ですね。半身3戦3勝。長距離後20キロ増で、 これで成長してて完成形ならもうこれ軸間違いないんじゃないかと。半身30003勝右回りも5 0 0 5勝強い。で、次はカレンブーケドール。全1 5戦2勝しかしてないけど、バケな内12回来てる。で、右回り8戦7回バケな内ですね。で、1 5戦すべてで掲示板内来てますから安定感はありますが、G12 着3回です。未完の品馬。 阪神は3着1回だけ。右回りは2着4回ありますね。ディープインパクト3区の戸崎騎手。で、次アリストテレス。エピファネア3区の竹豊さんに天のり乗り代わり。で、全12戦4勝。連対9回来てますね。中山の同じ2200メートルの G2 前回優勝しました。阪神は5戦0勝ですけど、これは2着3回来てますからね。 で、右回りも2勝で2着5回と。強いですね、右回り。で、モズベルロ。全18戦5勝。馬券内9回来てます。で、去年の宝塚記念。3着馬です。で、阪神は5戦0勝ですけど、2着2回。で、前走大阪杯もコントレールを雨の中抜いて2着でした。これ、阪神の坂は強いんじゃないでしょう。で、阪神は勝ちはないけど、2着3着があった。 で、右回りも悪くないですね。で、最後にミスマンマミー8枠に入りました。谷尾ギムレット参区の岩田未来ジョッキーですね。全23戦3勝ですけど、阪神は4戦2勝で、4回走って3回バケン内来てますからね。阪神得意ですよ。阪神2200メートル勝ったこともあります。で、2600メートル前走大阪ハンブルグではオープンでハンデ戦でしたけど、 レコード勝ちです。で、右回りも悪くないですし、やはり半紙の坂に強い。まあ、見事に内枠に先行逃げが固まってますから、もう一手かかって後ろが有利になってきたら、これは一発ありますよ。ミスママミア期待したいですね。では、宝塚記念のヘッドラインいきます。ファン投票1位の出走馬。過去7とは2113の2勝しかしてないぞと。 で、JRA のヘッドラインは、選ばれし、勇者の舞台に一流の狂事が生える。狂、ま、事、あ、プライドとかね。そういう意味ですけど、どういう意味でしょうか調べてみてください。過去10年、馬券内30頭で6番人気以下が14頭。ほぼ半分来てるぞ、と。まあ、荒れるっちゃ荒れると。で、相性良くないのはルメールさん。0006。1回も3着内来てない。 で、池添さんが逆に1、1、2、3。半分以上やね。で、ディープインパクト3区は強そうですが、10年で1勝です。非根幹距離ですからね。1、2、4、23と3着はまあまあ来てますね。で、帯狙いはノーザンファームのボックスバケ。相性いいですか。で、10年で7勝してる8枠。この8枠を1着固定にした3連単は夢があるんじゃないかと。 三上ミミの「宝塚記念出走馬」まず第3位クロノジェネシス1周前追い切りでは少々エキサイトしてしまうアクシデントがありましたが直前の追い切りでは見事に修正してリラックスした出来になっていると思いますグランプリ3連覇に期待です第2位 アリストテレもともと調教では動きがあまり良くなかったアリストテレスなんですけれども今回は重厚感ある追い切りでなかなか魅力的に見えましたアメリカジョッキークラブの走りを見ての通り本来は中距離の方が適正だと思いますので大いに期待できると思います第1位レイ・パパレ今回の調教タイムでは 自己ベストを更新しまさに今が油が乗っている状態だと思われますまた当日は雨が降る可能性もありますのでそうなるとあの極悪馬場の大阪杯で勝ったレイパパレにとってはとても良い風向きになると思いますコントレイルやグランアレグリアを完封したあの走りの再現に期待です参考になれば嬉しいですまた会いましょうモロヘイヤ三上でした では、宝塚記念のタイチンゲル予想からいきます。本名は7番。やはりクロノジェネシス。対抗にモズベッロですね。ターナ・カレンブーケドールに紐にユニコーンライオン。タイチンゲルマークは9番。アリストテレスでいくそうです。で、カリアの稲ちゃん予想は逆に本名がアリストテレス。対抗にクロノジェネシス、ターナ・カレンブーケドール。 で、ヒモにモズベッロ、イナちゃんマークはユニコーンライオンでした。では最後にタスキングの宝塚記念マルチ36点予想ですね。本命は2番、レイパペ。対抗にモズベッロ。頭もあるかなと思いましたが。タナナ7番、クロノジェネシスにレンアナに奇跡とアリストテレス。で、タスキングマークはミスマンマミーアです。もちろん。 で、大穴にユニコーンライオン、爆穴には8番、カデナの36点でいきます。まあ参考までに。今日も明日も週末はライブしてます。日曜日はもちろんジャイさんの最終予想も先週バチコン当たりましたからね、9番人気。まあ次回アニメは帝王賞の巻です。チャンネル登録よろしく。じゃあねバイバイ。